聖剣伝説293年スクエア、あれ何回目やったかな、10回目かなですね。前回はマタンゴ王国ですね、到着してトリフォーに会いましたら、白い竜が洞窟の中で、モンスターに襲われてるからそれを助けてあげてくれみたいな、それが勇者の言い伝えですみたいなことを言われて、今から洞窟に向かうっていうところですね。まあ早速行きましょうかね。入り口はこないだ開けてあるので、今武器何装備したっけ、おあスーピアか、はーい、さあ行きましょうかね。あアライアンガスピアレベル1に宝箱、この宝箱が手から離れていく現象は何なんでしょうね。まともに持って振ってるところあんまり見たことないよな、常に手元から離れていくっていうね。はい、さあ銀、はい、こっち、さあカニさんも倒してしまって、あら当たらない、オッケー、いっぱいいてるな、お宝箱がまた出ましたね。あースリープフラワーやめてー、効かない、ポポイが技レベルアップで槍3に、ポポイ、どうしようか、ポポイはブーメランにしましょうかね。はい。で、宝箱。また手から離れてるよね。さあ、奥行きましょうかね。はい。フローラー。すんごい軽快な音楽が鳴ったのは、マタンゴ王国やからかな。おーっとこいつか、あーどっか行きますね。なんてやつやったかな、妖精の村を占拠してたやつですね。全然攻撃当たんねえ。よしで、おーっと鳥さん、ガラシャってですね、結構攻撃が当たりにくいのかな。よしで向かいのガラシャをやってしまいましょうか。あサンダーボルト、痛い痛い痛い、みんな攻撃して、みんな、みんな攻撃してよ、取っていこうか、上も下も行けるけどこっちは道が途切れてるんでこっちかな、 OK、 あれこっちも途切れ、あこれか、ムーチはプリムですね。さあこっちが先ですよね。あれさっきの2匹がどっか行ったぞ、ガラシャ、
あれ出てきたな。いたたた。ガラシャがサンダーボルト使うから先にやってしまいたい。はい、お、当たらない。 OK。 あとは地道に。 OK。 お、アライアンがスピアレベル2に、スピアは3まで上がってましたよね。 OK。 じゃあさあ先行きますよ。下にも行けるんですね。これ右にも行ける。どっちだろう。あ、行き止まりかな。 OK。 じゃあこっち側ですかね。おっと、あー、またガラシャが出てくる。こいつ嫌い。OK。 またガラシャ。あ、これガラシャが呼んでるのか。呼んでますね。厄介なやつだわ。はいよ、宝箱待って待って。お、久しぶりにまとも出てて振ったけど最後離れちゃいましたね。さあ今度こっちかな。どっちだ。はいよ。あ、またガラッシャー。クリームが技レベルアップ。 OK。 プリムが使ってるのはムチ。あ、まだですね。あら、混乱しちゃいました。ちょっと対岸のやつは掘っていこうか。さて、今度こっちかな。モールベア単体。ガラシャがいてるわけじゃなくて、モールベアだけでいてるのかい。オッケー、撃破。プリムでディテクト。ノームの魔法に反応。ダイヤミサイル。あ、じゃない。アースクエイク。どこかで岩が崩れる音がした。これで戻るとどっかで道ができてるのかな。そこの下かな。はい、行けてますね。さあガラシャを。おお、混乱。はい、外してしまいました。 OK。こっちだけですね。ガラシャがいっぱいいてる。これはちょっと困ったぞ。抜けていった方がいいのか。ちょっと危険な香りがするねこれ。モールベアやったっけ。あいつが湧きそうな気がする。いっぱい。よし、一体ガラシャ撃破。さあ上のガラシャも、ああ、産んじゃいましたね。モールベア。さあみんなガラシャ攻撃して、ガラシャを
ー、来た、サンダーボルト。いてー。あれ、当たらん。はいよー、ガラ射撃波。まだ地道にね、モールベアを。あ、ここがブーメラン3になりました。じゃあ次は、スピアかな。で、アラヤンは、ブーメランでいっか。はい。オッケー。ボスかい。さあ、どんなボスですかね。一旦は回復を全員に。お、エビ。ちびっこになった。マジかよ。ちびっこハンマーで元戻せるのかな、これは。ちびっこハンマーをアラヤンに。オッケー。触っちゃダメなんですね。で、ポポイは魔法。こいつは何が効くのかな。まあ、どう考えても第一のダンジョンなので。この辺ですよね。エアブラスト。あんまり効いてない。あ、効いてる効いてる。エアブラスト。ちびっこなっちゃいましたね。あー、ダメだ。先に回復を。この曲かっこいいな。で、ちびっこハンマーで元に戻してあげて。取り土しか無理ですか。ちびっこハンマーので、エアブラスト。で、ちびっこハンマーをポポイに。さあ、もう一発エアブラスト。あー、入らない、届かないね。こいつ何やってんの。あ、魔法を使ってたんですか。はい、出て。はい、エアブラスト。あれ、どっか行っちゃいましたか。よし、いけ、エアブラスト。当てにくい。ちびっこハンマーで戻してあげて。で、回復。さあ、ムチの方が当てやすそうですね。よし。動きなんとかならないかな、これ。くねくねと。読みにくい。動きが読みにくいよ。よし。ポポイがやばいね。回復。いたー。お、はまってしまってる。よし。OK。ポポイはなんでスピアなのにそんなに寄っていくんだ。あかんあかん、ポポイまたやられるよ、やられるよ、やられるよ。はい、ヒールウォーター。カンカンカン。
敵の攻撃の当たり判定広いな。よし、これは全然まだまだ HP ある感じなのかな。一回魔法のくるみで、魔法のくるみでポコイを回復して、どこ行った？ダイヤミサイル、まんまるドロップでいいやね。また撃たれてる。じゃあまたエアブラスト撃っといて、もう一回まんまるドロップで、あれエアブラストいたー。で、サンダーボルトのが効くのかな。入ってみましょう。サンダーボルト。あんまり効かねえな。エアブラスト。よし、撃破。そんなに強くなかったですね。お、剣のパワーがアップ。で、白い竜はどこですか？こっちかな？あ、いたいた。あ、かわいい。かわいいな。この子が伝説の白竜。そうか、きっとさっきのモンスターに親竜が。このままここにほっといたら死んじゃうよ。連れて行こうよ。でも子供とはいえこんなに大きいし無理だよ。トリフォーに相談してみよう。あれ、連れて帰ってきてるやん、もう。そうか、間に合わなかったか。うっし、俺が面倒見てやろう。と、トリフォー様。うるせえ、もう決めちまったぜ、いいな。お前たちは訳ありだろ。さあ、後のことは俺に任せて旅立ちな。引き止めて悪かった。まあ、時々あいつの様子を見に来てやってくれ。あれの名前、フラミーってのはどうだ？ちょっと待った。聞いた、俺がバカだった。嫌だと言われて、はいそうですかなんて俺が言うわけねえや。そういうわけでフラミーだ。いい名前だろう。はっはっは。南の森の大砲屋も戻ってきたらしいぞ。カッカラ砂漠には火の神殿があるって言うぜ。神殿探してんならそこが一番近いかな。頑張れよ。応援してるぜ。あ、どうも。ほら、あばばば。あおよちよち。へっへっへ。なんか自分の子供みたいだ。ファファー。あなた方こそまさに伝説の勇者。実はあの大蛇グレートボアが先の王マツケタン様をやっと仇が打てました。うー、お前たちも知ってるだろう。マナの要塞と神獣の世界を炎で包んだ戦いの伝説を。その神獣とは違うみてえだが、世界には昔から神の獣って呼ばれてる生き物が。あ、これ聞いたよね。これも聞きましたね。こんなもんかな。エルは止まるんですが、ワッツさんは、あ、ここでしたね。はいはい、剣を鍛えてください。お願いします。今日は剣でございます。はい、よろしく。他は鍛えれるものはないですね。で、アライアンは装備を剣に変えて、で宿屋で泊まりましょうかね。あれ、
回復してないですよね。ね、あ、そうか、アイテム補充しとかないといけないね。アイテム屋は、ここ?ここは宿屋?あ、宿屋ですね。アイテム屋は、どこだったっけかな?こっちですね。はい、どうもまん丸ドロップを2つ買って、で、それから魔法のくるみを1つ。以上で大丈夫です。いえー。はい、どうもそしたら、じゃあ一回止まってセーブしましょうかね。はい、止まります。はい、セーブします。南の大砲屋が日の神殿のそばに連れてってくれるって言ってましたよね。で、その南の大砲屋を探しに行かないといけないかな。大砲屋なんかあったかな、来る途中に。こっちは行き止まりでしたっけかね。ガラシャにあんまり攻撃が通んないんですよね。オッケー。で、大砲屋はこっち通れる?通れるけど別に何もないのかな。ああ、スリープフラワー食らっちゃいました。みんな頑張ってー。はい、どうも。さて、大砲屋を探さないといけないな。こっちとかは?お、早速発見。ルーシーシーいらっしゃい4。どこ行く?どこでも56。明確から砂漠へ。よろしく。砂漠、ちょっと自信ない4。大丈夫かな?さあ、大砲に入っとくれ。はーい。さあ、相変わらずあかんやつですね。高すぎて。めちゃくちゃ飛んでくなぁ。いやぁ、神殿も何もないし。ペッペ、砂だらけだ。何にもないところね。とりあえず町を探さないと干からびてしまうぞ。とはいえ、どこに向かうのかな?こっち、おう、左もあるし。一本道やったらいいんやけどな。多分そんなことないよね。宝箱。デススコーピオンっていうのこいつ。すんごい名前やな。あら、まん丸ドロップは補充してきたところですわ。
さあ、もう、モールベアかわしてくれますね。よし、オッケー。他に道は右にもあるな。はいよ。あ、吸い込まれる。何これ、敵。マスクエイクやってくるやん。おお、それはやばいやばい、強すぎますよ。これ倒せるやつ、ちょっと逃げましょうか。こっちじゃないのか。反対に行ってみよう。入った。毒持ってるんか、やっぱりサソリやもんな。プリムが技レベルアップ、ムチ3に。プリムのムチはマックスなんで、あとはあげるとしたらなんだ、スピア。でもスピアは今誰かあげてたよな。あ、やっぱりね。あ、どうしようか。あ、微妙ですね。ブーメランとかにしますか。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、失礼しました。さて、下も行けますね。デススコーピオンばっかりやな。プロテクターなんか使うの、厄介なやつやね。さあ、みんな頑張って攻撃してね。必殺技、オッケー。お、宝箱、はい、行くよ。オッケー。みんなこっちのやつ攻撃してね。はいよ。宝箱いただくよ。左も行けるんですね。上も行ける。あ、ここも左も行けるんですね。わあ、パンプキンボム。てんのね、こいつ。マスクエイク、きついきついきつい。ちょっと回復を。ポポイよ、いいからこっち来てくれ。また食らってるじゃないですか。攻撃したらやってくるんだよ多分。あ、また上もあって、右もあるのか。わかんねえ。ちょっと全部見て回ろう。お、何か始まった。喉乾いた。オイラもう歩けないよ。困ったな、本当に干からびてしまう。見て、向こうに何かあるよ。何ですか。向こうって上のことかな。下は行き止まりの、右は行けちゃうんですね。みんなが見てたのはこっちでしたよね。あいたー。
パイダーレッグ。お、穴がないからこいつは叩き放題ですね。アースクエイクやられちゃいましたけど。バシバシやってくんね。オッケー。アレアンが技レベルアップ、ポポイも技アップですね。じゃあアレアンどうしようかな。スピアかブーメラン、ブーメランですかね。あ、いや、ブーメランはでも、あ、いや、ブーメランにしてプリムが剣をで、ポポイは、ポポイこそあげるものがない。ポポイが剣かな。はい。じゃあ、プリムは一体何を装備すんだ？あ、プリムはスピアですね。OK、これでいいかな。なんか出てるよね。あれ、いない。さあ、行ってみましょう。船だ、船だ、乗ってみよう。船。ふう、助かった。コーラ、何者だ？共和国の戦艦、サンドシップとしてのことか。貴様ら帝国のスパイだな。違うわい、失礼ね。どうしたんだ？は、怪しい連中を見つけました、中佐。まあ待て、大方砂漠で迷子にでもなってたんだろう。死にそうでした。ふん、じゃあ助けてやるからしっかり働いてもらおう。お前は機関室に、ちびは調理場、女には肩でも揉んでもらおうかな。ほら、さっさと持ち場につけい。あ、なるほどね。助けてくれるけど働かされるんですね。駒使いみたいなね。しっかり働けよ。おや、あなたも砂漠で拾われた口ですが、私らどうなっちゃうんでしょう。うおーららら、海よ。ん？おめえ新入りか。わっはっは、そうかそうか。俺の名はセルゲイ。世界の海を股にかけた大海賊様よ。というのも昔の話。今じゃ世界中の海が荒れ狂い始めて商売上がったりってわけさ。仕方ねえからこの船に潜り込んで船乗り気分だけでも忘れねえようにしようと思ってな。まあいつかは海に戻れる時も来るだろうよ。それまでの辛抱だ。ここから逃げたい？仲間がいるのか？よし、任せとけ。階段のところの兵士に話しかけろ。船長は共和国の騎士メレリア提督だけど、孫のモリエール中佐が仕切ってるよ。提督はまだ孫の言いなりっさ。中佐に睨まれたら砂漠に置き去りにされちまうぞ。ああ、同じやつに話してしまいました。この下の子に話しかけたい。この船は共和国の秘密戦艦サンドシップだ。帝国の手から日の神殿を守っているのだ。お、日の神殿を守ってるんですか。ほら、持ち場に戻れ。うわ、大変な火事だ。何、邪魔だ、どけ。いたたた、ひどいな。さあ、抜けました。調理場と、あとは、プリムは肩を揉めって言われてましたね。調理場ってどこだ？あれ、この兵士は普通に話しかけても問題ないんですね。てっきり捕まっちゃうのかと思いましたけど、そうじゃない。こっちは調理場なさそうですね。ここが出てきたところやから、こっちは行き止まり、こっちかな。あ、行き止まり。じゃあこの上に登って、お、何かありますね。
ポポイ発見。おい、やめんか、こら。ガフガフ、うがー、フォーフェーファーウーファイ。いいお兄ちゃん、ここは天国のようだね。船の食料を片っ端から食いやがって。貴様、こいつの知り合いか。さっさとこいつをここから連れ出してくれ。はいよ。はいはい、連れてきますよ。ふい、もう食べられないよ。お腹もなりましたね。あとはプリムがどこに行けるのかですね。プリムは、この真ん中にはどうやって行くんだ。これ扉かな。なんか二人見張ってるな。こっちは非常な足、公開日誌をつけておくか。あ、セーブなんですね。まあ、ちょうどいいや、この辺にしときましょうかね。さあ、今回は、フラミーですね。白い竜を助けまして、で、マタンゴ王国のトリフォー王様に、大砲屋からカッカラ砂漠に行けるよと教えてもらいまして、でカッカラ砂漠で迷った挙句このサンドシップに来たわけですが、ここの中の兵士がね、このサンドシップは帝国からの神殿を守るために、秘密裏に動いてるんだっていうような話を、ね、聞きました。次は日の神殿に行けるんだろうなという感じですけども、ちょっと今、プリムがどこに行けるかわからないので、次回はプリムを探すところから始めたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。ではでは、お疲れ様でした。